こんにちは、新代理メンバーのすずです。はい、どうもこんにちは、セカニチお金道場でやってます、セカニチです。お願いします。はい、ということで先月に引き続き、はい、セカニチさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、3月の動き方について聞いていきたいと思ってます。はい、お、なんと今日はついに3月1日ですか。お、皆さん解禁です。私たち今解禁ですってテンション上げますけど、はいはいはい、皆さんかなり緊張されていると思います。まあ、実際私もですね、解禁の日っていうのはすごく私も焦りましたし、なんかもやもやそわそわしちゃうっていうのは、はい、ありました。はい、スーさんも去年とかありました？去年はもうこの時点で休学するって決めたんです。はい、周りのお友達どうでしたか？ずっと先のことだと思ったのに、はい、なんかもう目の前だこれまで何も出なかった、どうしようって結構言いましたね。ってことは皆さんもまさに3月1日になって、うわもうついに今日かと、うん、で何もやってなかったどうしようって言って焦っちゃうと思います。そんな皆さんに今日は具体的なアドバイスをさせていただきます。お願いします。お願いします。まずポイントが大きくは2つございます。1つ目、はい、焦りすぎないことです。難しいですねなんで必ず焦ってしまうものだという認識を持って、うん、そういうものなんだというふうに思って焦りすぎないでください。うん、よくあるのは、とにかくエントリーボタンポチポチ押してって早い方が有利なんじゃないかみたいなことを思ってしまうんですけれども、うん、そんなことは一切ありません。実際もう10年以上前からですね、私人事部に聞いてまして、はい、エントリーが早い方がいいのかとか、ES の締め切りが1次締め切り2次締め切りとかあるじゃないですか、はい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 、早い方が有利なのかとか聞いたんですけど、一切関係ないと思います。そうなんだ、はい、全部平等ですと、はい、あくまでも事務処理に凄まじく時間がかかるので、はい、締め切りを分けているだけであって、うん、実際その早い方が有利とかではないというふうに言ってました。じゃあその焦りすぎないっていうのは、はい、焦らず、まず自分が何をしたいのかをゆっくり見極めて、で自分の興味のある企業にエントリーしていけばいいよっていう話ですか。そうです、そうです、そうです。そうではなくて、焦らなくてもいいけど、とりあえずいっぱいエントリーしろっていうことですか。あ、自分の本当にやりたいことが何かっていうのをちゃんと集中してください、はい、うん、時間というものは限られているので、はい、分散しすぎないようにしてほしいなというふうに思っています。はいはいはい、広げる時期と絞る時期みたいなってあるんじゃないですか、はい、もう今はもう絞る時期。そうですね、3月になったら絞る時期かなというふうに思います。やっぱり体は一つしかないので、 ES ラッシュ、面接ラッシュあると思いますので、はい、エントリーしすぎて ES がもう広く浅く出して10社、薄いものを出して10社とも落ちるんじゃなくて、濃いものを3社出すっていう風なした方がいいと僕は思っていますね。3月1週目とかにもう ES の基盤って固めといた方がいいんですかね。あ、もう固めましょう、うん、はい、できればですよ。この次のアドバイス、はい、2つ目にも関わってきます、はい、2つ目のアドバイスはですね、はい、具体性を上げると、うん、今解像度を上げるというふうに言うんですけれども、はいはいはい、薄いものを10社、20社出しても、うん、その薄いものを1人が見てもですね、うん、これ薄いなって言ってポイっていう風にこう、はいはいはい、落ちちゃったりするんですよ、はいはい、薄いカルピスにするぐらいだったらもう濃い濃度にして、うん、3社とか5社とかにして、うん、そして具体的なものを出すっていう方が価値がすごくあるんですね、はいはいはい、なんで時間が有限だというところで、うん、ポチ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 とにかくエントリーすればいいとかではないと、うん、でツイッターを見て焦ったりとか、はい、締め切りだパニックパニックって言って本当に自分が行きたいところのイエスが薄くなっちゃうみたいな、うんうん、ことを避けてください、はい、もちろん自分が行きたい5社とかを濃いものができたのであれば、余裕があればもっと広く見るっていうのもやってもいいですけれども、うんうん、具体的にするというのがアドバイスでございます、はい、ありがとうございます、はい、今やってないって人も大丈夫、間に合います。やってない人に向けて、はい、1週目、2週目、3週目、4週目で、私が思ってたのを言ってもいいですか。みなみさんの教える動画なんですけど、いや、僕はないんですと思う、週通り仕事に分けるとしたら、はい、まず1週目でES の学知か自己 PR 強み弱みとかを大体自分の中で言語化します。そうですね、1週目の土日とかで OB 訪問とか先輩に ES 見てもらう時間をバーッと入れて、はい、でもう1週目の時点で全部 ES を具体的にちゃんと感じさせます。大事ですね。2週目、3週目、4週目ってはもうどんどんエントリーして、はい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 、帰ってきてで改善してっていうのをどん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 繰り返していくのがいいんじゃないかなって思う。いや、もうそれしかないっすなんで ES を結構ギリギリに、はい、やってしまうと人に見せる時間ってなくなっちゃうじゃないですか。そうですよね。なんで ES の締め切りになってから焦るんじゃなくて、もっと前倒しで ES を作っていろんな人に見せてみるってことをしてみてください。ってのも面接官って10人いたら10人違う感想を持つわけですよ、はいはい、いい映画でも面白いって人と面白くないって人と分かれるじゃないですか、はい、それと同じで人間って結構感情の部分もあるので、やっぱり人によって感想って違うんですよね、うん、なんでいろんな人に見せるっていうことはすごく大事なことでございます。あれ、スーさんどうするんですか今後。もう今の時点で結構自分の就活の軸とか学知かとか
自己 PR っていうのは大体言語ができているんですよ。それこそ明日に先輩に見てもらうんですけど、はい、そういう感じで今ちょっと自分の自己分析とかガクチカとか志望動機とかをブラッシュアップしている段階ですね。皆さん、すずさんは頑張ってますよじゃ結構自分のやりたいことっていうのは、まあ、比較的具体性を持ち始めてる感じでございます、はい、そうですね、はい。悩みますよね、皆さんね。やりたいことって普通ないですよ。まあ、悩みます、悩みます。人生は悩むものなんですよ。うん、で、就活も悩みますし、実際、就活でみんな答えが見つかって、そのまま人生のキャリアスタートってみんな思うじゃないですか。うん、なんですけど、社会人になってからも、まあ、新入社員の時も、3年目でも、10年目でも、みんな何かしら悩んでるんですよね。うん、なんで、一生悩み続けるものだっていうふうに思ってください、そもそも。で、就活はあくまでもなんかステップの一つというか、はい、まあ、壁その1みたいな感じなんですね、はい、で壁その2、壁その3っていうのはこれから25歳、30歳、40歳になった時も必ず当たってくるんですよ、うん、なんで、まあ、就活っていうのはあくまで一つのステップでしかないと。もちろん落ちることもあるけれども、はい、落ち込みすぎないことがすごく大事なので、うん、常に長い視点で人生を考えてほしいなというのは思ってますね。そうですね、はい。なんで皆さん自身もやっぱり人生っていうのはやっぱりいい師匠をいかに探せるかってところを考えてほしいなと思いますので、就活も通じて、まあ、いい師匠を見つかるようになってくれたらいいなというふうに思っています。そうですね、探してほしいですね、ぜひね、はい。まあ、でも一生探し続けるものなんですけれども、うん、まあ、つまり結論、はい、まあ、今日こんな動画を撮っていますけれども、まあ、就活だけで人生は決まりません、うん、なので、まあ、人生の師匠探しっていうのは別に学生時代もやるし、社会人になってからもやるし、30代ってから40代、なんなら50代になってもやり続けることなんですよ。なんで、これからも長い視点で人生は続くので、就活だけが人生じゃないよってことも伝えたいです。でもちろん、これから落ちることもあります。志望してる企業に落ちることもあると思います。だけど、あくまでもその面接官の一人が罰って判断しただけであって、その会社って社員が例えば500人とか1000人とか、なんなら大きいところは1万人とかいるわけじゃないですか。だから1万人全員に否定されたって思っちゃうかもしれないんですけど、あくまでその面接官の一人と合わなかっただけなので、自分をその下げすぎないでほしいな、自分なんて価値がないんじゃないかとか思っちゃうかもしれないんですけど、価値を下げすぎないでほしいなっていうのは僕の思いでございます。はい、ということで先月に引き続きセカニスさんに3月の動き方聞いていきました、はい、で就活だけが全てじゃないですけど、じゃないですね、就活してこれから企業に入って人生頑張っていきたいなって思ってる人は今の動画ぜひ参考になったら嬉しいです、はい、ということで来月からも一緒に頑張っていきましょう、はい、バイバーイ。